ロシア中央銀行の近年効果、ミハイル・ミハイロビッチ・ゲラシモフは、ソ連邦の著名な学者。法医学や古生物学の成果に基づき、人類学や考古学の現代化を流した。とりわけ頭蓋骨の復元の開発者として歴史に名を残している。1930年代初頭に、太古の人科の頭蓋骨を手に入れ、入念な測定や解剖学的な調査によって、 頭蓋骨から元の顔を割り出すことができることを知った。1968年の自助伝において当時のことを機械さえあれば昔の死者の顔に見入っていたと回想している。副眼術が発骨死体の身元割り出しや殺人事件の解決に有力な手助けとなってからは、ゲラシモフは保存状態の良い歴史上の人物の遺骨を発掘し、 年入りにその復元に取り組むようになった。詰まるところゲラシモフが調査し、復元した人物の数は200名を超え、イワン・ライテイやティムール、フリードリヒ・シラー、ヤロスラフ・イッセイなどがいる。1950年にゲラシモフはソ連国歌唱を授与され、復元研究室の設置を許可された。後にゲラシモフの復元術は世界中に広まり、ファラオや イエスキリストの議論の多い復眼にも影響力を及ぼした。ありがとうございます。